始まりました。こんばんは。こんばんは。おめでとう。ありがとう。あゆちゃんありがとう。かーくんありがとう。ごめんね、座り心地が。ありがとう。こんばんは。ありがとうございます。どこがいいかな。なんか髪の毛が重いからちょっと後ろにします。よいしょ。ありがとうございます。ツイッターのアイコン変わったりした？あ、変えたよ。よく気づいてくれたね。ありがとう。ちょっと待ってね。あさこちゃん、あさこちゃん、バラありがとう。ありがとう。ちょっと失礼します。今日の服も似合ってかわいい。ありがとう。ちょっと下だけいつもと違うの入ってるからさ。うん、くすなきさん、ケーキありがとうございます。ありがとう。ハーフアップしていいよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ん？陽太郎さん、陽太郎さん、ケーキありがとうございます。やったー、ありがとうございます。誕生日なんで皆さん誕生日のケーキくれてありがとうございます。ちょっと待ってね。 DM 送ったら見れる？ DM 見れますよ。ハハハハップしてって言われたね。ちょっと待ってね。サリちゃん、サリちゃんだ。キャンディーありがとう。サリちゃんツイッターのコメントじゃないや、ツイッターのリプ見たよ。ありがとう。すごい長文書いてくれて嬉しかったです。ありがとう。ごめんね、ちょっと準備しててさ、ちょうど30分になっちゃって急いでさ座ったの。ん、チャイコフ、チャイコフ、誕生日ケーキありがとう。ありがとう。ひとぴよさん、ひとぴよさん、ハッピーバースデーありがとうございます。そうなんです、今日で19歳になりました。ちょっとハフアップするね。やっぱすごい下巻いてないのバレちゃうんだけど。お誕生日おめでとう、しおりんありがとう。あ、サリちゃんにスクショ取られてる。テスト今日で終わった。あやちゃんテストお疲れ様。すんげーボソボソだ。つやぽん、つやぽん、バラありがとうございます。ありがとう。バラだ。みんなスクショ取りすぎじゃね。シュシュつけます。まだ19歳とか若いな。そう、でももう10代終わるんよ。早いよね。すごいね、こんな直し方する人いないよね。ん、チャイコフ、チャイコフ、桃の花ありがとう。桃の花、今にふさわしい。ありがとうございます。ニア、ニア、ありがとう。おめでとう、ありがとうございます。てか最初の方に、あ、最初の方にコメントくれた方読めてないよね、ごめんね。違うな。ハーフアップ似合ってる。本当？ごめんね、下の毛をめちゃめちゃ巻いてないからさ、ボサボサにしてた。ハーフアップの方がやっぱすっきりするよね。来れてよかった、ありがとう。私最初の方さコメント読めてないよね。福ちゃん、福ちゃん、どうもありがとうございます。やったー、嬉しい。
元気かい福ちゃん、ありがとね。監視だっけ。ありがとうございます、大切に受け取りました。ありがとう福ちゃん。うにょ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 、福タワーありがとう、ありがとうございます。元気です、よかった、元気で。会えてないからね。ん、あゆちゃん、服の襟みたいなやつ、服にくっついてる？くっついてるよ、これ取れない、だからなんか重ね着もできるよみたいな感じ。ヘアアレンジ配信、今日はちょっと誕生日なんでヘアアレンジ配信はいつかやります。てかリリ全然ヘアアレンジできないよ、大丈夫そう？皆さんコメントください。いきなりキーちゃんが来たって、ありがとうございます。ちょっと待って、最初の方のコメント読めてなかったから読みますね。ケーキ食べた？ケーキまだ食べてない、今日はねケーキじゃないんだって、ママに言われた。またおめ、みんなお誕生日おめでとうって送ってくれてた、ありがとう。カップ麺の信玄食べ終わってしまった、どうだった？こうちゃん美味しかった？こっちだとあんまり結構見かけない、そう見かけないから結構見たらレアよ。くちゃん今年こそ、それな、今年こそ会えるといいね、それな、会いたいです、皆さんに会える機会があるといいな。キョロさん今日僕も誕生日、キョロさんおめでとうございます、ハッピーバースデー、同じだ、3月3日のひなまつり、ありがとうございます、おめでとう、そしてお互いにおめでとうございます。なんか来てたね、19歳の抱負は、19歳の抱負かって言われるだろうなと思って考えようって思ってたんだけど。なんだろう、なんかあれじゃない、とにかく何か一つ頑張ること、何か一つでもいいから頑張ることを見つけたいな。結構この自粛の間ってこうみんなに会えない分、その学校とかもなかったりとかして結構なんかだらけてたところがあるから、だらけないでなんかちゃんと頑張ろうって思います。まあね、今の場所っていうかいろんなところ、この場所、この状態でも頑張れるようになりたいなって思います。なんかあんま抱負っぽくないね。まあちゃんとした抱負としてはカラコンを入れられるようになりたいっていうのが一番の抱負なんだけど、それはとりあえず2021年から決めたことなんで頑張ってカラコン入れます。どうなんだろう、みんなカラコン入れるの賛成かな。かーくん、お誕生日プレゼント何が欲しい？なんだろう、何が欲しいかな。でも何でも嬉しいです。でも、なんだろう。なんか今困ってるもの。もの欲しすぎて困ってるもの探すね。カチューシャ。カチューシャが欲しいの今。カチューシャが欲しいのと、なんかヘアアレンジグッズ系が欲しいかな。あとは、服。いやなんか春ってめっちゃ服かわいいじゃん、これも春服なんだけど春服が欲しいな。カチューシャいいね、いいよね、マリークアントのカチューシャがかわいいってママに言われた。キーちゃん、キーちゃんお誕生日おめでとう、ありがとう。キーちゃんこのトップガは誰だろう、誰なんだろう、トトミちゃんかな、リートトミちゃんだってずっと思ってるよ。チャイコフ、リーちゃんに会いたい。ぜひ次、始まります。次の特典会がまた新たに始まりましたら、私のところに来てください。お願いします。たまたま売ってたらしい。マジ？新年たまたま売ってたの？お強い。カチューシャいいね。カチューシャいいよね。来年の19歳は成人式。そうなの。成人式があるの。成人式の前撮りが5月頃にあるのかな、できるのかなってか、まずってか、まず成人式できるのかなって感じなんだけど、ちょっと楽しみです。地元のお友達とかに会えるから楽しみですね。
さあ私は何色の振り袖を着るでしょうか。カラコン入れなくてもいいような気がする。本当？結構ねお目目がねちっちゃくて物足りないなって思うんで、もうちょっと盛りたいなみたいな。でもねこれでもねマツパしてるの、マツパしたんですよ。ねいつかな、先月の中旬ぐらいにマツパしてまつげを上げたんですけど、で今マスカラ塗ってないのよ。あのねクリアマスカラっていうのを塗るといいみたいな話を聞いたんで、このセザンヌのクリアマスカラを買いまして、これを塗ってます。でもねやっぱねもうそろそろねまたマツパ行きたいなって思ってくるぐらいのまつげになっちゃった。そう今なんかマスカラあんま塗らないで頑張ってんだけどね。すごい予想されてる振り袖。さえちゃん、今年は直接会いたいの会えない分お祝いしたり、ちょっと遅れちゃうけど私プレゼントリーちゃんに送ね。いいの？ありがとうサリちゃん。嬉しいよ。あのサリちゃんのメッセージだけで嬉しかったよ。会いたいね。そうだね。とりあえず今年は多分皆さんに直接会うことが一番最大のプレゼントだと思うんで、早く会える日が来ることを待ってます。とりあえずねなんか緊急事態宣言とかどうなるかわかんないけど、あれやん、まあ会えない分こうねちょっとでもね配信とかできればなって思うんだけど、4月に入ったら大学中に始まっちゃうから、ちょっとね回数とか配信できる時が少なくなっちゃうかもしれないんだけど、できればこういう機会を多めに作ろうとは考えてるのでお願いします。そうふわふわ毎日 LINE ライブも終わっちゃったからね、本当はもうちょっとやりたかった。そうそうそう、振り袖の色はねキュリリでやるから来年までお待ちください。来年の1月までお待ちください。振り袖の色はつったら30ポイントちょうだい。それ来年まで30ポイントもらえないよ。よっしーお誕生日おめでとう、ありがとう。よっしーありがとう。よっしーといえばあのあつ森でマリオ缶が出ました。よっしーのサインにいつも書いてる卵のカーペットが売ってました。まだそこまで買えてません。早く買いたいんだよね。さあごめんねすごい静かになっちゃった。カラコン入れたくなるよね。そう入れたくなるんです。いや一応友達っていうか友達のお母様に勧めていただき、カラコンは持ってるんですけど怖くて入れられないです。でもカラコンを楽に外す方法っていうのだけはTikTok で見つけたから、それは多分実践しようと思うんだけど、入れるのが怖いよね。まずだって目にさシート入れるようなもんでしょ。怖くね。コンタクトしてる人ってほんとすごいと思う。毎日リリカラインライブ始まる、それは結構きついな。でもね、いつか毎日っていうか、その週に何曜日はやりますみたいのはできたらいいなっていうふうには考えてます。ただ、2年になってから大学の授業の問題がありますので、そちらを見てから考えます。ごめんね、だからすごい遅くなっちゃうかもしれないけど、こういう配信を多めにできればなって思います。最初はね、そう、コンタクトなしだよね。ごめんね、わからないっすよ。インスタの写真の桜綺麗だったね。ありがとうございます。そう、なんか桜と富士山が一緒に見える場所っていう場所があるらしくて、そこにみんちゃんを連れて行きました。めっちゃ綺麗でした。コンタクト入れたくないけど、黒目なら目で触れる。指で触れるの？マジ？強っ。あゆちゃん強くね？黒目指で触れるの？怖いよ。あんま触っちゃダメだよ。さりちゃん、いつも美女がいいけど、今日特に美女がいい。少しで止まらない。
自己画像回してツイッター後で載せとくね。ちょっと自己画像は自己画像は載せないで、自己画像はできればあのインスタの DM に送っていただけるとありがたいです。それ以外のめちゃめちゃ漏れてる写真はください。スクショタイムのみになっちゃうね。コンタクト怖いよね。うん、怖そう。でも慣れれば簡単そう。みんなに言われる、慣れれば簡単だからって。でも慣れるまで絶対時間かかるよね。コンタクトってワンデー、ワンデーなのかな。なんかいろいろあるよね。2ウィークとかワンデーとか、あれ1ヶ月とかもあるのかな。どうなんだろう。私したことないんでわかんないんですよ。Not Equal Me の曲で TikTok 撮って、何の曲だろう、どの曲か教えていただけると嬉しいです。ちょっと待ってね。お待たせしました。コンタクトすら怖いからずっとメガネやば。え、じゃあスクちゃん次会うときはコンタクトお願いします。コンタクト希望です。お願いします。できたら、できたらでいいよね。できたらで待ってます。コンタクトの、コンタクトになったスクちゃんを待っております。インスタの非公開アカでも理由見れるの？え？見れるんじゃないかな？見れるんじゃないかな？多分見れると思う。うん、見れると思うので送ってください。慣れればいいのは分かってても、コンタクトは怖い。コンタクト怖いよね。やっぱ怖い人多いね。ゆうさん、こんばんは。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日なんです。19歳になりました。ありがとうございます。コンタクトのふりしてラガンでいくね。見えないじゃん、もうこんなんじゃない。ゆうさんケーキありがとうございます。ごめんね、お魚ネタありがとうございます。誕生日、お誕生日ケーキありがとうございます。3月しか見れない限定のケーキありがとうございます。早くケーキ食べたいな。あ、そうだ、今日ケーキじゃないんだ。ケーキの予定だったんだけど、ケーキじゃなくなったそうです。さあ、なんでしょう。みんな予想しといてね。今日のキュリリリになるかもしれないから。かもだよ、かも。ハードコンタクトは痛すぎて入れてもゴロゴロする。そのハードとソフトの違いがよくわかりません、私には。教えてください。ひなあられ、ひなあられ食べてない。てか、おひな様をまず飾りたいのに飾れてないんですよね。ダメだよね。ひな様飾らないと。ゆうさんバラありがとうございます。誕生日ケーキにバラもありがとうございます。なんかすごいいろんな人が見に来てるでしょう。いろんな人っていうか、その来てくださってますよね。ごめんなさい、ありがとうございます。キョロさんキャンディーありがとうございます。バースデーラーメン、逆にラーメン。バースデーラーメンはまあありよりもありよりなありみたいな。ゆうさん、バラ投げて逃げます。逃げないで。逃げないで。ありがとうございます。今日ケーキ食べたよ。ニア、それリーのお祝いしたんでしょう。あれでしょ、本人不在の、なんだっけ、本人不在の誕生日会的なのだよね。ニア、リーのためにやってくれたんでしょう。やば、できるやん。ゆうさん、また見に来ます。またね、ありがとう。また見に来てね。バイバーイだね。じゃあ写真待ってますね。本人不在のお誕生日会、あの私の写真こうたくさん並んでんでしょ。なんかそういうのじゃない、違うかな。ひし形のケーキ食べた。ひし形のケーキどんなケーキだ。ひし形ってダイヤみたいなやつ、こういうのだっけ。ひし形、え、すごくない、めっちゃおしゃれじゃない。おしゃんやん。リリはなんか今度ケーキはおばあちゃんとの、おばあちゃんの誕生日も3月なんですよ。だからその時にケーキを食べます。なんで多分今日はケーキじゃないです。あとね、3月はなんて言ったって我が愛犬ミンティ様のお誕生日でございます。またね、そう、3月
はとてつもないぐらいの糖分を補給する日なので、そうなんです、多分3月はブクブク太りますだってさ、ケーキたくさん食べちゃうんだもん。甘いの、兄が誕生日なのさ。あ、お兄様がお誕生日、ニアのお兄様お誕生日おめでとうございます。レッドスターケーキありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。元気かい、君の島のペンペンはペンペンだっけ、ビスだっけ、元気かい今年の私マリリカバースデースペシャル公演はいつですか。ですね今でございます今やっております一人でさ、あの恋花火を踊ってるっていう公演ねあんま誕生日感ないの。毎年ひし形のケーキなんよ、涙泣いてるよピエン。ひし形のケーキ嫌なの、でも可愛くない、なんかトランプみたいじゃん。はい、前ひな祭りだからひし形って読むの、そういうこと、マジ、え、なんかそういうのあるのかな、なんか流れみたいな、伝統的なひな祭りはこういう形のケーキを食べましょうみたいな、あるじゃん、あのひな人形のところにひし形のさ3色のお餅みたいな置いてあるよね、お皿の上に。あれケーキなの、もしかして、そういうこと、だからひし形なのかな。兄ちゃんと同じ日ね、頑張って覚える、1年後も頑張って お祝いします。本人不在の誕生日会しようかガチで迷った。サリちゃん、じゃあアイミとリリー1ヶ月違いだからいいよ、アイミとリリーの合同誕生日会で、アイリリー合同誕生日会、本人不在の実はサプライズで登場みたいなえ、でもよくない、まあね、高校生なんで、お財布ずっとお話しし合ってからぜひやっていただけたら嬉しいです。めちゃめちゃ写真いいねをしますビスくんね、ビスくん覚えた、ペンペンじゃないわペンギンだからペンペンって呼んじゃった。前髪が、おい、いや、なんか前髪を切ったんだけど切りすぎちゃったっていう。うち、あと健一郎さん、健一郎さん、キャンディーありがとう、ジェリービーンズだからキャンディーくれたのかな、ありがとうございます。そう、あとね、ちなみにね、髪染めましたすごいどうでもいい話をいきなり、暗めの茶色にしました。明るすぎじゃないってママに言われたから、暗めにしたら暗すぎじゃないって言われたっていうオチ。ママが暗くしろって言っただろうって思ったけど、まあでもちょっと暗くしたかったんだよね。ちょっと今目指せ斉藤飛鳥さんを目指そうかなって思ってるねはい、そうなんです、だからちょっと暗めにしました。はい、何に怒ってんだろうね。なあ、感謝の、いやー、ハートだ、リリが入ってたで、ありがとう、レッドスター、やったー、ありがとうございます、感謝の気持ちキュンです、ありがとう。だって今リリちょうどハートに入ってたよね、最高、ありがとうございます。レッドスター、ビスちゃんによろしくね動物の森っていうねありがとう、嬉しいです。ハートは100人見てんだって、そんなに見とるんか、腹いきより埋まってるじゃないかじゃあ次の配信はミンティの誕生日会かなみたいな。ごめんね、どこまで読んだっけ、どこまで読んだっけ、次はミンティのおめでとう配信、そうだね、そうなる、多分そうなんじゃないみんちゃんちゃいながらハッピーバースデーミンティーでずっとここにいるんですよ、かわいすぎない。はい、お誕生日おめでとう、安藤亮さんお誕生日おめでとう、ありがとうございます。なんかさ、今日めっちゃ姿勢悪くなっちゃうの、何、多分ね、この後あの魔の曲が流れるよ、魔の曲とか言っちゃったラップです。
ほら、お手紙読むの誰だろう。誰だと思う。まあ理由的にはひなちゃん来たらもう最高みたいな。ひなちゃんだったりして、どうする、みーちゃんとか出てきたら。ひな祭りの飾りあるよね、やっぱり。それのことか。何のケーキが一番好き。タルトが好きなんだよね最近。なんだろう、いちごっぽいケーキが好きだな。いちごとかホワイトチョコとかクリームチーズとか、そういうケーキが好き。19歳になったよね。19歳になりました。19歳はもうちょっとおしとやかになります。あれをかたどったケースかと。ケーキではないけど、そういうこと。ケーキではないけど七型ってことか。そういうこと。なんかそんな話分かってきた。明後日は俺の誕生日、安藤龍さんおめでとう。3月3日4日5日5日か。おめでとう、ハッピーバースデー安藤龍さん。圭一郎さんに久しぶり、お久しぶりです、ありがとうございます。かわいいね、ハムスター。ハムスターかな、動物。あゆみちゃんの誕生日あたりからライブ復活しないかな。ねえ、復活するといいな。こんばんは、誕生日おめでとう。 TS1790 さん、ありがとうございます。お誕生日になりました。19歳になりました、ありがとうございます。やっぱあれだよね、乃木坂好きだよね。乃木坂好きです。すんごいにわかって思われるかもしれないけど、ルートがめっちゃ好きなんです。ルート246が好きなんです。あれね、ルート246だと思ったじゃん。ルート246って言うんだって。私はびっくりしたよ、それを聞いて。やっぱさすがだなって曲名が。アシュシクカタン、また配信してほしい、します。お時間あるときするので、多分これぐらいの時間に始まるんで、ぜひ遊びに来てください。ちょっと今年こそはインスタライブも始めます。インスタライブやるねって言ってからもう3ヶ月経っちゃったんだよね。インスタライブもやるので遊びに来てね。インスタもフォローしてね。フォローするんだぞ。にわも誕生日、そうだよ、にわも今日誕生日だよ。にわちゃん誕生日おめでとう。二十歳だよ、にわは。にわちゃんおめでとう。インスタライブ誰かとコラボしてメンバーになっちゃうけどいいかな。メンバー以外で、なんていうんですかね、お友達がそこまでいないんですよ。皆様アイドルのファンの方が多い中で、私アイドルのお友達というものがほとんどいらっしゃらないので、まあでもメンバーとでもね、コラボしたら面白そうだよね。ひなちゃんとコラボしよう、もう絶対やる。ひなちゃんはちなみに今日 LINE をくれたんだけど、誕生日に。ただ今日だけらしいよ、褒めてくれるんだって。今日ね、ひなちゃんから LINE で褒められてたの。リリの、リリのこういうところはほんと好きよみたいな感じで言われて、今日だけなんだって。でもだからたくさん味わいます。みーちゃんは、みーちゃんいいね。みーちゃんが忙しくなければみーちゃんともやりたいな。そう、この間みゆきのねインスタライブを見に行ったの、可愛かった。でもね、リリが見始めては2分ぐらいに終わっちゃった。ハルトはやらないですか。ハルトはね、いいよ、できるよ。ハルちゃんがね時間あればできるよ。ただ、はるちゃんね、全然 LINE 返ってこないですよ。なんだろうな、はるちゃん最近ちょっと LINE の返信が遅いぞって思った。だって、一月ぐらい前に送った LINE が今日返ってきた。はるちゃん、待ってるよ。そっか、メンバーの方がコメントしやすいか、みんな。小春とのコラボもあり、ありだね。小春ちゃん会いたいな。小春ちゃん。あちゃん元気かい。連絡取ってないな、会いたいな。ルリ、ルリと私、ルリと私、ル
ルイと私って意外のコラボじゃない？ルイとでもいいよね、別にね。鼻出なかったらなんか可愛すぎて緊張しちゃう。ルイちゃん可愛い。ルイの写真が可愛すぎて、ほんとなんか最近結構いいのそういうのになってた。ルイちゃんが可愛すぎてちょっと話せるかわかんないけど、ありです。あの、携帯壊れて買い替えたからじゃない？そういうことか。だからか。もう一回送っとけばよかったのか、その LINE を。やら、勝ちたわー。でもね、それの返事は来てたんだよ。だから、LINE は生きてる話なの。でもね、ちょっともう返事遅かったよ、はるちゃん。待ってるよ、はるちゃん。なんか一時期めっちゃはると毎日 LINE してたけど、今あんまりね、できてないんだよね。今日はお誕生日の LINE は、一番早かったのは大学のお友達でした。そうそう、ルイちゃんインスタ始めたよね。見た見た。てか元からやってなかったっけ？タイムラグがすごいよね、はるちゃん。スクショは？え、もうちょっと LINE ライブやらせて。もうちょっと LINE ライブやらせて。高校生はもう晴れた。そうなの。今日、サナが卒業式。サナ卒業おめでとうございます。今日が卒業式なんだね。そう。で、あと、遠藤の妹の誕生日。おめでとう、遠藤の妹ちゃん。妹ちゃん、妹ちゃん。妹ちゃんはかわいそうだな。遠藤の妹ちゃん、お誕生日おめでとう。そう、同じ日なんだよ、遠藤の妹とリリは。結構3月3日って多いね、そう考えると。なんかさ、前日とかさ、ミニーちゃんの日じゃん。だからさ、その日のお誕生日の子もいるじゃん。それこそ、ニジマスのヨシーミユちゃんとか。あと、YouTuber のアイニャンさんとか。そうじゃん。で、4日の方もいると思うんだけど、意外に3日も多いね。こう考えると。そう、ももを卒業した。もも卒業おめでとう、高校。楽しかったかな？可愛かった写真。あとは誰だ？あれ、あと誰が卒業だ？小春か。小春ちゃんだ。小春ちゃんいつ卒業式なんだろう。小春ちゃん、いつ卒業しますか？おめでとうって言います。私、あと9ヶ月と9日後、誕生日。半年以上先だ。で、まゆちゃん、9ヶ月後ってことは12月ってことかな。え、てかもう9ヶ月後って12月なんだ。マジか。はや。うちの弟も高校卒業。安藤亮さんの弟さん、高校卒業おめでとうございます。もう終わってそうね。こはちゃん終わってるかな。なんかあれ見た、高校の友達が撮ってくれたピザ食べてるし、あんなもう可愛すぎでしょ。高校にあんな可愛い子いるんですか。可愛すぎる。いいなぁ。いや、てかね、高校ってやっぱそのあれじゃない、なんかふわふわの時とメイクちょっと違うじゃん、やっぱり。それでもさ、あんな透明感が出るってほんともう田中みな実みたいだよね。マジで可愛い、マジで可愛い。最近は、可愛い女の子が好きです。いきなり何言ってんだろうって感じなんだけど、そう、可愛い女の子を見るのが好きなんですよ。なんでよく画像とかで調べてます。リリは高校楽しかった、楽しかったこと？いや、なんか、リリは、なんか楽しかった。大好き。大好きじゃない。大好きって何？いや、なんか楽しかったんだけど、遠足とかが思い通りにいかなかったのよ。なんか私の代だけよくわかんないカレー作りに行ったり、うどん作ってね、うどん作りに行ったり、いや他の代はもうディズニーみたいな遠足なのに、なんでリーたちだけうどん作りに行くのみたいな感じで、なんか2年の時もなんかどっかの遊園地行くみたいな卒業式だった、卒業式じゃない、遠足だったんだけど、リーたちの時だけなんか観光みたいな、羽田から横浜まで行ってみようみたいな、交通費めっちゃかかるやんみたいな感じだったけど、なんかなんとか行かないところ
もちょっとはあったけど、でもめっちゃ楽しかった。学生楽しかったなって、今も学生なんだけど、高校生楽しかったなって思いながら振り返ってる写真を。会いたいな、高校の友達に会いたいねみたいな話をしてて、なんか割と私ってアウアウ詐欺だから、アウアウ詐欺しちゃうから、アオアオみたいなこと言ってて全然会わないみたいなこと結構しちゃうから、今年こそは会いたいかなって思う。あと今は普通に大学が楽しいなって思ってる。みんなまだ制服着ててほしい。もう制服がなんか痛くなってきたような気がしてきたよね。着てないけどなんか痛くなりそうじゃない？やばくない？ディズニーと不動産めっちゃ激しいよね。なんでさ、めんちゃんさ、みんなさ、今までの代はさ、ディズニーみたいな感じだのさ、本当に私だけうどんみたいな。しかも一からうどん作るのよ、粉からみたいな。でそれを家で食べるっていうのをやった。まあそれもいい思い出だよ。リーに会いたい。ケイチローさん、ぜひ会いに来てください。ありがとうございます。特典会とか、特典会っていうかイベント始まった、イベントっていうか公演始まったらみんな当ててね。すごい抽選とかになるのかな、ディズニーのチケットみたいに入場制限みたいな100人ぐらいの規模だから、まあ半分として50人までみたいな、少なくない50人までみたいな感じで、もう抽選、争奪戦みたいになるのかな。誕生日おめでとう犬さん、ありがとうございます。ありがとう犬さん、19歳になったよ、ありがとう。フレッシュの桜田ゆあちゃんが中学卒業。マジ若っ、若いなぁ。ああ、マジか。若いな。え、バウエル、バウちゃん、バウエル、ジゼル、アイカちゃんなんて呼んだらいいんだろう、バウちゃん、バウちゃんもなんか卒業って言ってたよね。若くない？いいなぁ。これからの高校って絶対楽しいよね。今日3時間叩いてディズニーチケット買えないし。マジ？やっぱディズニーのチケットもさ、なんかすごいみたいな聞くじゃん。払い気もそれぐらいになったらいいのにね何を願望に。まあそれぐらい人気が出たら嬉しいです。拡散してくださいバウエル、いや、なんて呼んだらいいのかなみたいな。バウエル、ジゼル、アイカちゃんは長いじゃん。だからバウエルちゃん、バウちゃんみたいな結局なんかめっちゃ短くなるんだよね。50人なんか半分だから50人じゃねみたいな。他は他の規模とかは結構さ、5000人とかの規模のところが多分あるでしょ。けどそこ5000人入らないので50人でぜひお願いします。ツアーしてほしい。ツアーはしたいんですけど、人が集まるかなんですよね。あと遠征費、いやでもやりたいなとはメンバーでは話しておりますよ。前向きな話はメンバー内ではしています。やりたいねって。ファーファーで一番年下ははるちゃんです。犬さん、犬さん、キャンディーありがとうございます。キャンディー、キャンディー、現実的でしょ、現実的。ケイチロさん、あだ名つけて。あだ名ですか、なんだろう。なんか、リー、中学の時に同じ名前の子がいたんだけど、ケイちゃんって呼ばれてたよ。じゃあ、ケイちゃんでいいかな。ケイちゃん。メンバーと会ってないの？会ってない。いつから会ってないんだ？年明けてから。まあ、一回会った気がする。それが最後かな。だから、おはようツイートの写真あげてるじゃないですか。あの写真はメンバーに会って最後の写真なんです。それ以外はほとんど合成です皆様にお写真をいただき、写真を、私の写真をつけさせてもらってます。一番年上は赤坂瀬奈です。一番星、この間誕生日だった瀬奈ちゃんです。プロデュース公演をやってほしい。
プロデュース公演やってみたい、見てみたいけど、なんかリリーってそんなプロデュースする力あんのかなって、ちょっとだけ、ちょっとマイナス思考になっちゃうから、まあ、それなりにちゃんと計画を練ってから、もう、ある程度土台を決めてから、やりたいな。やった、いいな、同じ学校だった、ケイちゃんは。あ、ケイちゃん喜んでくれてる。ありがとうございます。同じ学校だったけいちゃんはいいの。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございますというか、同じクラス、3年間同じクラスだったねと思ったけど、にわちゃんも今日誕生日。そう、にわちゃんも今日誕生日だよ。みんな、にわちゃんの誕生日もお祝いしてあげてね。あと遠藤の妹の誕生日もお祝いしてあげてね。一番年上の人は水亀座か。おもう星座で答えるタイプ。珍しいタイプ来たね。アンドリオさん珍しいタイプだ。 NMB のシロマミルちゃんで合ってる、合ってるかな。今日 NMB の子の卒業コンサートやってたよね。山本彩香ちゃんかなんか、私より年下のセンターの子だよね。すごいよね。お姉ちゃんを尊敬して、その医療従事者の方に行くみたいな話を母から聞きました。素晴らしい。もうなんかさすがだよね。なんか頭いいんだろうなって思う。魚座です。魚座です。魚座です。実際でも星座ってどこで区切れるのかはちょっとよく分かってない。いつから魚座なのかが分かってない。俺も魚座の大型。リータ一緒じゃん。リリも魚座の大型だよ。でもね、絶対ね、性格的には B 型だろうなって思ってる。だってなんか大型っぽくないもん。大雑把は大雑把だけど、ガサツなところがあるから。私いて座。伊手座ってさ、こういうやつ、バキューンってやつ、それ違うかな、弓矢持ってるやつかな。マーメイド、ひなちゃんに会いたいです。 NMB で好きな曲は、 NMB のね、好きな曲が全然わからないんですよ。お勉強します。モナくん久しぶりじゃん。お誕生日おめでとう。ありがとう。うちの妹は B 型。魚座の B 型なのかな。 P 型らしい。 B。 みんなは何型。みんちゃん、まあまあ、みんちゃんが泣いております。O 型のイメージではないかも。マジ O 型のイメージではないんだ。 A 型とか映画のイメージあるかな。ちょっとあの女子力高いかな、映画のイメージあるかな。映画だって言わせようとするってやつね。悲しくなるメモリー、夏のアルゴリズム、恋はプリズム、ときめきって急に高まっていく、秘めたラブストーリー。これさ、夏っぽくない？衣装じゃない、洋服。踊ってそうじゃない？これ。朝日切ってちょっと眠やったら、パラソルの下でリアルな君の夢の最後、デジャブか幼稚ムかシュッと散った最高肌に、ついでにキスやってなかったし。皆さん宿題やりました？今週、明日までの宿題がある方、みんなやってね。やってなかった宿題ダメよ。血液型同じだ。りーちゃんのお父さん苦手だったね。そうです、よくご存知で。天秤座。なんか理科の実験とかで天秤使ってたの懐かしいな。まだ踊れてる。ギリギリだよね、もう多分これ。 You kiss us,
壁終わってますよ、あゆちゃん、さすが。なんかどんな振り付けだったっけ、リリー、どれ歌ってたっけ、あれリリーどこの部分歌ってたんだろうってやってたんだよ。やばい、全然覚えてないわ。こうだ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 、なあ思い出したこんなんだよね一応これでもお風呂でたまに踊ってんだよ、よく滑ってやばそうになるけどスッみたいなたまにやる。懐かしい、懐かしいとこ言っちゃった。そうだよ、3月は卒業の人が多いよね。卒業された方おめでとうございます。シャンシャンシャボン玉はいけんだよね、なんだかんだ。ゴーゴーゴーファンタジーの世界。そう、あのね、かっこいい系も覚えてるの。なんでかっていうのは、かっこいい系の曲をお風呂で踊るから。かっこいい系の曲をオンリーオンリーオンリーユーオンリーミーセカンドファンタジー、あとあれ逆転ビクトリー、あれなんだっけ、もう一曲なかった、あビバビバ、この4曲をお風呂で流して全力で踊ってみるみたいなをよくやってるから、かっこいいのは逆に覚えてるの。だから可愛い系覚えてないの。やばいよね。お風呂玄関でなくて、そう、あのふわふわの踊りはお風呂で踊ってます。玄関は TikTok 用です。まだやってるよ。え、サリちゃん抜けてたの？もっと。あぐるぐる回せ。うわ懐かしい。もっとまだまだまだまし懐かしい。卒業証書持ったまま恋の桜一斉に聖君今日できよさんだ状態で泣けた。今日垂れ目のアイライン描いたはずなのに垂れ目になってないよ。じゃあ20分になったらスクショタイムするね。ふわりふわりときめきゆらゆらゆらめき、きめりきめり夢中になってく、きらきらきらめき、熱か熱か溢れてきめきめ夢中にさせるよ。これ足ちゃんと踊ってるからね。この曲めっちゃ好き。待って歌詞覚えてない、どうしよう。いのめるリムで私だけ、あ20分になった、20分になったよ。みんなスクショの準備はできているかい。じゃあ最初はビームにするね。いきます、3、2、1。はい、取れた？あ、取れてる取れてる、オッケー。じゃあこれって9に見えてる？9に見えてます皆さん9に見えてる？19ってこれ見える？19に見えてる？こっちの方がいい？こっち？こう？こう？おう、これでいけてる？いけてる？こっち！オッケー。じゃあ19歳になって謎なポーズです。いきまーす、3、2、1。
ッケーオッケー、こっちこうやば、めっちゃはずいやん、ずっと固まってたよ。これこれでいい、これいきまーす。3、2、1。はい、目がさっきさ、うさぎポーズしてって言った3月3日ってうさぎの日なんだって。じゃあうさぎさんいきまーす。3、2、1。はい、うさぎちゃん取れた？セイコフ、かわいい、ありがとうございます。ドアップのウインクが欲しいです。ドアップのウインク、オッケー。じゃあハート作っとくね。いきまーす。3、2、1。はい、おお、目が、ひな祭りポーズ、ひな祭りポーズって私考えた、ちょっと考えてみた。あのさ、これなんか持ってるじゃん、だからなんか持てばいいんじゃねみたいなこういうさ感じじゃない？違う？違うかな。もっと可愛いのにしようよ、ひな祭りは。3月3日だからこうしよう。3、いくよ。3、2、1。はい、1番いくよ。カッカッカッ。あと何してほしい？じゃあ最後1個、最後1個出た。ミッフィー、ミーフィーかわいい、うっさちゃん。友達にねスナッフィーを教えたらね、エアドロの名前をスナッフィーにしてて、こないだまた会ったらスナッフィーのまんまにしてくれたなんかある？やってほしいの。コメントが止まってるけど、これみんなの動いてるかな。今ね携帯の下にある鏡を見てました。マイメロポーズ、マイメロ、マイメロ、マイメロはお気にでしょ、だっけなんだっけマイメロポーズ、マイメロポーズってどれだ。シナモンになっちゃうじゃんこれじゃ。マイメロマイメロ、あ、こうじゃない、マイメロこうなってない、マイメロの耳って、ほら、こんな感じカマキリみたいじゃん。友達もジェシー好きやったね。え、友達もジェシー好きって話だっけ待って、めっちゃ今すいなっちゃんな、ジェシー好きって言ったっけ、ジェシー好きな子いたっけ。いや、見て、ジェシーだよとは言われたけど、その子好きとは言ってなかったぞ。まだシナモンポーズして、シナモン。3、2、1。考えてるからコメントしてない、ごめんな、ゆーちゃん、ごめんな、ゆーちゃん。2位のお友達で自身好きって言った子いたっけ。あ、いた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 、思い出した、覚えてるよ。ちなみにその子から一番最初におめでとうってきた。じゃあもうおしまいね、スクショタイム終了。スクショすんの忘れた、ピエンピエン。なんか今これが流行ってるんでしょ、これと、あとこれだっけ、中町兄弟さんのすいませんみたいなやつあったよね。
さあ皆さん、あと5分を切りました。皆さん本日も来てくれてありがとうございました。そう、プレゼントたくさん投げてくれてありがとうございます。ケーキとかタワーとか感謝の気持ちみたいなのね、ありがとうございます。19歳になったということで、19歳も私らしく頑張っていきたいと思うので、皆さん応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日も来てくれてありがとうございました。皆さん撮ったスクショは DM、 自己側 DM で、事故ってないのは Twitter で待っております。そう、インスタも上げたし、TikTok も上げたので、もしよかったらチェックしてください。はい、ということで今日お誕生日配信、皆さん見に来てくれてありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。こんな感じでいいかな。みんな来てくれてありがとうね。ありがとうございます。お祝いしてくれてありがとう。あ、そう、Twitter とかでメッセージとかインスタとかでメッセージくれた方ありがとうございます。ちゃんと見てますので、ぜひ皆さんもっと送ってくれたら嬉しいです。暇なのでください。欲張りかて。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。見に来てくれてありがとうございます。バイバーイ。みんなおやすみなさい。ゆっくり休んで素敵な夢を見てください。おやすみなさい。音がでかいからさ、あんま聞こえないかもしれなかった。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバイだよみんな。バイバイだよ。バイバイ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 。みんなバービーで会ったよね。バイバイ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 。まだやるんですかみたいなやつあったよね。やりたくなったからやっちゃった。ありがとうございます。バイバーイ。あ、消えてないし。バイバーイ。